四代目、お話伺えますか。ああ、すまんな、悪かったな、待たしたな。ちょっと公衆電話行ってセーブってもんしてきたんや。ああ、待たせて悪かったな。ついてきてくれ。どこで行くんだ、家か。なるほど。どうしてタクシーに。これは便利。どこに耳があるか分かったもんじゃない。車の中が一番安全だ、うん、殺し屋のスタイルなんよこれ。どういう意味ですか。ひょっとして内通者がいるということですか。ああ、渡瀬は俺がこの町にいるということも、あの日大吾を乗せた後何をしていたかまで全て知っていた。何をかもお見通しだったな。何ですって。ちょっと窮屈か。渡瀬の情報源は大吾の秘書、本部長の青山だ。青山組長か。あいつはちょっと狭そうやな。青山は渡瀬の大門違いの兄弟。特に交友があったというわけでもないようだが、俺が福岡にいるという情報を渡瀬に流し、福岡に呼び込んだのは間違いない。まあそりゃそうだろうな。どうしてそんなこと。それは分からん。分からないな。ただ青山は大吾が行方不明になる前から俺のことを密かにマークしていたということだけは確かだ。狙いは山笠組への牽制か。その可能性はある。青山が近江の渡瀬が俺に強い興味を持っているということを知っていたならな。どういうことです。渡瀬の性格からしてすぐに行動に出ると踏んだ青山は、渡瀬組をうまく福岡に呼び入れて利用したのか。利用したってことか。つまり今この状況で渡瀬組を福岡に乗り込ませれば、事情を知らない山笠組は東条会との杯を近江が妨害しに来たものだとか。まあそう思うわな。近江との戦争する危険性が高まった山笠組は焦り、東条会との杯に踏み切る。あ、東条会のサメか。じゃあ渡瀬組の福岡入りは杯交渉のために青山組長が仕掛けた策ということですか。だが一つ引っかかる。何がですか。大吾はこの青山の策を知っていたんだろう。大吾がその策に乗るかな。どうなんでしょう。何か思い当たる節でも。俺がこの車に大吾を乗せた時、あいつは命を懸けて交渉に臨む決意をにじませていた。そんな覚悟を持った大吾が交渉のためとはいえ、あえて危険な渡瀬組を近づけるような作戦に出ただろうか。俺の勘が正しければ大吾の失踪、裏で絵を描いているのは青山か。まさか青山組長が代行になる言ってたしな。青山は今どこに。それがどうした。青山組長は会長代行としてマダラメ組長との杯交渉に向かっています。なんだと。場所は言っていいんか。長瀬街の北、山笠組本部です。言っていいんか。行くんか。完全長瀬から遠ざかってる気がするけど。おい、なんや、貴さんは。長瀬タクシーの鈴木と申します。まあまあ間違っちゃいないけど、だけんそのタクシーのうんちゃんが何の用や。おかしいですね。送迎のご依頼で伺ったのですが。送迎話誰からも聞いとらんばい。そりゃそうだろうな。そうですか。東上会の青山さんという方のご依頼なんですが。登場会の、ええ、大変お急ぎの。キリちゃん、こんな嘘ついてたかな今まで。なんか今作すごい嘘つかないしれっと。もしここで足止めを狂ったことが分かると、あなたにもご迷惑がかかるかもしれません。そうやしょんなか。今問い合わせてみるけん、そこで待っとき。さあ行くぞ。はい、どうしようか。この二人連れて行って問題ならないか。結局やり合うんか。
お前ら頑張れよ、大吾のためや。静かだな。なんかいるぞ。でも組長室周りを固めているのかもしれませんね。これは好都合だ。組長室は上の階か。とりあえず最上階を目指すとするか。堂々としてんな。これ入れたりしない？なんか入れそうだけどな。一応マップとしては作られてはいる。見張りか。仲間を呼ばれると厄介だな。今面倒は避けたいですね。何か策は。何？アサシン屈するの？あの扉から入ったら見張りの裏に出られるかもしれませんね。どの扉？なるほどな。行ってみるか。どの扉？これか。普通にどっから入ってきたんだよ。普通に開けろやと思うけど、やるしかないようですね。それはそれと別として、早急に片付けましょう。それはそれと別として、いっぱいおったし、開けろ。あのガラスも蹴破るんか。さあまずいぞ。あー、バレるバレる。あ、ギリギリ、わ、すげえ、ギリギリ見えない。多分ギリギリ見えないであろうところで止まった。あ、消えた。死んだんか。死んではない。めっちゃ犬が。うわ、気持ちいい。あの見張りの人も音は聞こえるんよ。ほら、黙らせよう。あれ、無駄に使わせないでくれ。見合い聞こえるんよ、そりゃ。あれ、こだわり追撃がなかった。ダメージ的に。こいつ2回食らってない？極み。あれ、でかいのは？どこ行った？あれ？あれ、仲間はどこ行った？ちょっと割っとこう。めっちゃ気持ちいい。テレビ割っとくか。あれ、動かないのか。あれ、もう一人いなくなった。誰も使えそうじゃね。どんどん味方がいなくなる。使えないのか。絶対おもろいのにな。あ、どんどん味方がいなくなるんだけど。あ、いたいた。あれ、ワープしてきたけど、もう一人か。普通に入れよ。なぜ壊そう。なぜ壊す。喉使えないだろうな。私何もしてないんだけどな。不法に侵入してきてるだけなんだよな、こっちが。そら見張りもそうなるわっていう。もう誰か来たぞって。今大変、会長が今大変な、東京から来たお客さんと杯交わす大事な約束してはるのに、なんか侵入者やってきてんけど、排除するしかないよな言うて。え、銃声どっから。急ぐぞ。もう急に現れたな。青山組長、これはどうして撃ったのか。お前らが来るとは思っていたが、意外と遅かったな。お前が。お前、青山撃ったのか。これはどういうことですか。山笠組とは杯を交わすはずじゃ。俺が何の細工もなしにそうしないことはお前らも分かっていたはずだ。だからやってきたんだろう。どういうことだ。俺は花から山笠組と手を結ぶつもりはなかった。
金をちらつかせて相手を安心させた後、ゆっくり殺すつもりだったが、田舎組織とはいえ爆弾？よぼよぼのジジイになるまで組長をやっていただけのことはある。まだらめはこっちの殺意を見抜いていたようだ。俺が目を離した一瞬の隙を見て逆に銃をぶっ放してきやがった。てまあ、弾が外れてくれたおかげで隠し持ってたナイフで胸をひと突きすることができた。悪いやつ。どうしてそんなこと。決まってるだろ。天下の登場会が山笠組みてえな小さな組と五分の杯など交わす必要がないからだ。しかしそれは堂島会長の意思に反する。あなたは堂島会長に背くつもりなんですか？堂島会長だと？元会長の間違いじゃない。お前か大吾。青山組長、あなた今なんて拉致したっていうか消したの。現時点で登場会のトップはこの俺だ。会長が消えちまった以上、俺の意思が登場会の意思ということになるんだよ。俺の考えは至ってシンプルだ。極道は食うか食われるか。杯なんか交わしてる暇があったら山笠組を潰して島を奪えばいい。そういうことだ。ま、堂島だろうが桐生だろうが、極道ってのはな、一度その座を譲っちまったらおしまいだ。大吾別に譲ってないだろう。こいつ。青山組長、それじゃやっぱり堂島会長を誘拐したのはあなた。お、お前何をしてるんだ。お前早く銃を下ろせ。答えてください大吾。お前何をしてるのか分かっているのか。もう一度抜いたら終わりだぞ。俺は会長代行、仮にも登場会のトップの人間だ。それでもお前撃つというのか。撃つのか。回答次第では。オーバーキルじゃない？当たってない。兄貴、これ空砲だよ。あらかじめお前に渡した拳銃は空砲にしておいたんだ。お前みたいなチンピラに実弾入りの拳銃を渡すわけがないだろ。あ、まずい。間違って撃って肩に弾当てたりしたらお上と戦争になっちまうからな。俺は身内の不祥事に厳しい。それは知ってるよな、森永。形勢逆転じゃん。青山組長、お疲れ。躊躇ねえな。兄貴、兄貴、兄貴。森永。青山、おっと、四代目は引っ込んでてください。これはあくまで身内の問題、登場会のしつけの一つですから。しつけってお前。貴様。感謝します。あなたが来てくださったおかげでここから無事に出られそうです。なんだと。どういうことだ。何があったぜ。なんやこりゃ。やったのかしら。こいつらがまだらめ組長。こいつどんだけだよ。親父、親父。おい、救急車、早い親父を病院に運ばんか。
これはちょっとまずいかもしれない。貴様何者ね。タクシー運転手なんですがね。説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも早く行け。絶対に絶対にそいつを死なせるな。はい。キリちゃん説明する能力あまりないからな。説明したところでこの状況はまずいか。違う。しないですと言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで弾取っちゃうけん。もうこいつらも被害者だよな。小さなせぼけが。お手繰りこがして。なんて。小手繰りこがす。俺はそんな人を刺したりしない。キリちゃんそんなことしないんだ。簡単に人を刺すようなやつらと血が打ったりとかな。信用してとは言わないけど。あ、しまった。やべ本性が。俺は刺してねえ。会長刺したの俺じゃねえ。誰も信用してくれないなこれは。よし。これが使いたかった。あんまりだな。でも伸びたな。まあ、これ使っとくかちゃんとアイテムは。待てよ。カウンターでかいぞ。起きる前に。帰りきらないな。これ勝機とかなかったっけ。来た。どっちも痛い気がすんだよな。さあ逃げれるか。あの二人は行けたんか。大事ばい。八幡兄貴までやられた。すぐに来てくれんね。大事よこれは。これはそうよまさに。ありがとう。おいち。山笠組がどんどん刺されていく。タクシー運転手の手によって。見られたら消すしかねえな。いっぱい来た。あ、そうだよな。本拠地だもんな。どこ？ち、応援が生まれたか。あの誰も使うのか？あの彼だけど、あの誰も転がすわ。誰もやっぱ役に立つんだな。この刀とだるま、やっぱり道具は役に立つんだな。あれさ、コンボ。こいつ、あいつかわいそう。
また階段登っちゃった。あれ降りちゃ、降りちゃった。入り口を前を固められているな。いいな、なんかスキルちゃんの心臓というか思いを見ながらこうプレイできる、プレイできるというか、いいな。さらに次、これは痛い。キルちゃんの考えてることを聞きながらやるのはいいな。結構な数がいるな。あの山笠はいい位置にあるな。ヨッシーヨッシーじゃないんよ。うん、もうやりたい放題なんよな。遊びでやってんじゃないんだよ。遊んでんだろ。めっちゃ遊んどるやんけ。でででえいえいじゃねえな。あ、ガードされてんのか。ボルガよ、ガードしてんじゃねえ。これ開く？やっと脱出できた。まさかいっぱいいる？青山？こいつ。さすがですね、四代目。この状況を私ならまず逃げ切れない。こうでもしなければね。何それ？何をする気だ？あ、爆弾か！感謝してください。これで桐生さんが山笠組と争った痕跡も消える。警察にも逮捕されな い記憶は残るだろ。これまで通りタクシーを運転することもできるはずです。嘘だろ、そこまでする？青山、貴様、まだ中に人がいっぱいいるんだぞ。やりやがった。青山、お素早い身のこなし。とんでもねえやつだなこいつ。